はい、皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、先日はね、来月日本人が海外で IFBB プロカードを目指しますという動画を上げました。メンズフィジーク藤岡さんですね。ポルトガルの方で狙うということで、まあ、すんごい挑戦だなって、やっぱ今話してても思うんですけど、まだまだですね、その海外でプロを狙う選手たちっていうのはいっぱいおりますと。で、その中の一人がタイガさんという方でございます。インスタグラム名はタイガ、サムライと。書いてありますが、まあ、侍と書いてある、まあ、そのままですね、自身のクラシック、まあ、クラシックフィジークの選手なんだけど、ポーズにはですね、その侍の刀を抜くような抜刀する時のポーズだったりとか、あの、仁王像みたいなさ、やつの、を催したやつとか、弓を引くやつとか、結構フリーポーズもね、作り込まれている。やっぱクラシックフィジークの選手って、まあ、そのフリーポーズもさ、かなり作り込んでる選手多いじゃないですか。まあ、あの、海外でプロを狙っているタイガさんのアップデートを、まあ、今日はするんですけど、よければね、ハトクマチャンネルの登録、何卒よろしくお願いいたします。で、直近は、カリビアングランプリというね、あの大会に出られていて、プロカードを狙っておりました。まあ、結果はですね、プロにはなれずっていうところで、まあ、クラス、2位だったのかなっていうところでね、優勝してればオーバーオール進めて、で、そこで勝てばプロとかだったと思うんですけれども、なので、惜しくもね、プロカードを逃すというところではあったんですが、今年まだですね、海外でプロカードを狙うということで、現在、4ヶ月前ということで、5日前の投稿で4ヶ月前だから、まあ10月20日前後ぐらいのね、海外大会に出るのかなと思います。本人曰くですね、もし今回のカリビアングランプリで、プロに慣れてたらね、一発プロ戦にも今年出る予定でした、みたいなお話はされていたんですけれども、まあこの方はさ、なんかすごいなって思うのが、その、めっちゃ体変わるの。めちゃくちゃ体変わるんですよ。なんかその弱点の潰し方が上手すぎないっていうような、まあその毎回オフを過ごされて減量に入るんですよね。で、この大会の時の、比較を見ていくとですね、まず下半身は、まあ、自身でも強みという認識があるみたいですが、やっぱり海外選手と比べてもこの足の外の張り出し方とか足の太さっていうのは前から見ても後ろから見ても横から見てもやっぱり強みなのかなっていう。ただ、上半身前から見た時の背中で広がりというよりは何この影みたいにさ、脇の下胸の境とさ、この背中のところが影になっててさ、めっちゃ分厚く見える背中とか、あとは、規定ポーズを取った時ですね、フロントダブルバイをした時の背中の厚みだったりとか、あとは全体的な腕と肩、特に、二頭のピークだったりとか、サイドチェストした時の肩の丸みだったりとか、肩の大きさ、腕の太さっていうところが、やっぱり他の選手と比べた時に少し小さく見えるっていうところはあったのかなっていうところで、ただそれがですね、なくなっていくんですよ、どんどん。なくなっていくって、その弱点がね、なくなっていくんですよ。で、直近ドバイに行かれて、トレーニングされたりとかね、海外でもなんか修行されてる。で、今また日本に帰られて、っていうね、すごくない？仕事もされてて、まあ、ご家族もおられて、それでこうさ、さらに筋トレに打ち込めて、すごい集中力と、まあ、なんか本気でプロを狙うさ、そのなんか信念みたいなのさ、バッチバチに来るなって思うんですけど、で、まあこれがね、まあまず先に画像で見せますけど、上が、その今見せていたカリブのね、大会の10週間前と、今回の大会16週間前、まあ6週間あるので、まあ同じ10週になったらもう少しね、体は変わってると思うから、もしかしたら差がもう少し潰れるかもしれないんですけど、今回そんなに取り組まなかった足でさえ、なんかよりね、ぶっとくなってるんじゃないかなって、こうなんか前から山みたいなさ、なんか盛り上がりができてたりとか、あとはまあ上半身ですよね。上半身なんかはさらにえぐい変わってて、肩幅もそうだし、前から見た背中の広がり方で、さっき言ったその厚みっていうところも増してきているんじゃないかなって、この下の方からの盛り上がりっていうのも、まあ、確実にね、前回の大会よりも進化されての
今回のね、16週間前っていう形になるんじゃないかなということで、日本の大会ではなくね、海外の大会でプロを目指すということで、まあ、海外の選手って、オーバーオールで戦うなら、身長が高かったりとかさ、よりでかい選手っていうのが、まあ、日本よりはまだうごめいてるんじゃないかなって、日本もだいぶね、レベル上がってきて、やばいことになってますけど、まだ海外の方がね、レベルは高いんじゃないかなって気がするので、まあ、そんなところでね、戦われる、タイガさんですね、今後も追っていきたいと思います。まあ、どんどんね、やっぱ海外でプロになる選手が増えてくる、まあ、それもめっちゃ面白いなって思うんですけど、皆さんどうですか？やっぱまあ今後の主戦場がね、海外になるんで、海外大会をいっぱい経験しとくって強いんじゃないかなって。まあ、それがね、やっぱ筆頭湯浅さんじゃないですか。まあ、海外の大会出まくってて、でオリンピアとかも出て。でもそういうところの慣れっていうのはね、日本で湯浅さんは一番あるんじゃないかなって思うんで、っていうね、感じで、まあこのタイガさんもですね、注目ぜひね、いただければと思います。インスタグラムね、貼ってあるので、よければぜひということで、本日はですね、日本人で海外でプロを目指すタイガさんのアップデートをさせていただきました。よければ高評価ボタンのクリック、そして、この動画に関するコメントですね、ガイドライン設けてはおりますが、ぜひ書いていただければと思います。ということで、また次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それでは、バイチャ。